こんにちは孤独に関してですねあの奥田瑛二さんも結構いいこと言ってるんですよ、まあ、俳優の奥田瑛二さんですよね、まあ、あの方はですねこういうふうに言われてますちょっと読みながらになりますけども男が志を持って何か突出したものを得ようと思ったらあ孤独なんだよと誰も助けてくれないし壁にぶち当たった時の孤独感といったら壮絶なものですよでもそれが男だし僕は孤独に死ぬのとはああ死ぬのはいとわない まあ孤独に死ぬのはね、えー、構わないよってことなんですけどもね。まあ、これを私なりにまとめて解釈するとなると、あの孤独ってのは別に当たり前なんだよと。<laughs> 特に男の人生は一人でしょって。助けてくれることを望むんですか結果的に助けてくれる人は出てきますよ。でも最初から人の手助けとか人のアドバイスを当てにしていくんだったら、それは孤独には出会えないかもしれないけども、自分の突出した能力を身につけることはできませんよってことなんですよ。だって、集団の中から突出するんでしょ。 そしたら誰もいないいななに決まってるじゃないですか。だから何か特別な能力を求めるんだったらそれは一人で歩く道につながるってことそういうことなんじゃないかなと思います、まあ、奥田瑛二さんもね素晴らしい俳優として今年を重ねているわけなんですけども奥田瑛二さんの代わりができる俳優さんはこれはいないというふうに言えるんじゃないかなと思いますですんでエキストラの代わりはいても奥田瑛二の代わりはいないまあ俳優と役者の違いっていうこともありますけどね。確かね あのまあ、役者と俳優の違いっていうのは、うんまあ、どっちがどっちか忘れたんですけどもこの役はこの人しかできないっていうのが、まあ、俳優か役者のどっちかで、まあ、それで、まあ、誰でもできるものはもう片方の概念だと思うんですよ確かねあの役者っていうのは役を演じるからこの人しかできませんよっていうふうな役柄が決まるそうなんですよ、うん、俳優っていうのは何でもできる人のことらしいですけどね逆だったかもしれませんけどねじゃあいってらっしゃい